にちは、お肉です。今回はちょっと出先なのでちょっと外から失礼するんですけど、なんとですね、NiziU の新しい番組出演が決まりましたというか、まあ、正確にはまだちゃんとは決まっていないんですけど、ちょっとね詳細をお伝えしていこうかなと思います。しかも今回この番組に関しては初めて出演する番組なので、皆様も喜んでくださるんじゃないかなと思います。ということでですね、今回 NiziU が出演する番組はこちらになります。はい、これ分かりますかね。ミュージックフェアさんの方で、まだねこのシルエットしか見えていないんですけど、もうすぐ出演するアーティストの後ろ姿ということで、もうこれどう見ても NiziU じゃん、もううちらから見たら分かるじゃん。だからこそもうすっごい楽しみですし、ミュージックフェアといえばまあね結構大人な番組のイメージがあるかな、私の中では。なんかね結構なんか落ち着いた雰囲気だし、大人の方も多いしみたいな感じで、結構見ることあるんですけど、そんな番組に NiziU が初めて出演できるかもということで、もう楽しみでしかないですし、こちらのミュージックフェアさんはフジテレビさんの方で毎週土曜日の夜の6時から6時半までの30分間にやっている番組なので、ちょっと皆さんもね見ていただければなと思います。またねこれが正式に発表されたら動画のどこかではねお話ししようと思っていますので、楽しみにしてくださったら嬉しいですし、もっともっとねまたちょっと NiziU がねもう番組に出ることあんまりないのかなって正直思ってたんですけど、こうやってまた番組に出てくれるみたいな感じで決まったので、まあ、決まったっていうかもう決めてるんですけど、もうこうなってるのでもう楽しみましょう。もう本当に嬉しいですということで、またねちょっと今日何したのかとか、まあいろいろねお伝えできたらなと思いますので、楽しみにしていてください。そして皆さんのね感想もちょっとコメントに書いてくださったら嬉しいです。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは